我は宇宙の悪の支配者、地球征服苦節40年未だ果たせず。しかしながら我は、ある時はドクタケ忍者隊隊長冷えた八方斎、またある時は霞家当主霞千左衛門、そしてある時、スーパー J 迷宮の扉ナレーション、そして山の不動、ミスター T、モンティパイソン、テリー・ジョーンズ、これすべて仮の姿。いろいろやってんのよ。お世話になってます。むき出しになった左肩に、男の歯型がいくつもついていた。藤枝梅安がそうしたお美濃の寝顔を何とも言えぬ暗い目つきで眺めた。次の瞬間、梅安の上半身と両手がまるで別人のような素早さで動いた。左手で畳の上の濡れ半紙をはらりとつまみ上げ、お美濃の寝顔へかぶせた時には早くも右手が動いて掛け布団をお美濃の腹のあたりまでめくり、同時にその右手は加えていた殺し針をつまみ取っている。濡れ半紙を顔に貼り付けられ、お美濃がはっと目覚めた時、梅安の親指がぐいっと殺し針をお美濃の真の像へ埋め込んでいた。ジャック・ニコルソンの渋い演技に加えタバコがお似合いだった映画チャイナタウン。主人公のジャック・ニコルソンは訳あって警察を辞めた私立探偵。ある男の浮気調査を依頼された彼は、ひょんなことから殺人事件に巻き込まれてしまいます。ニコルソンの男の強さと優しさが、そしてさりげなく食い揺らすタバコも生かしていました。一本のタバコには忘れられないドラマがある。ルロロ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 ロバロムワン、無駄なことだ。貴様には俺を倒すことはできん。行くぞ、ドルゲンマグネチュード。力だけが、力だけが全てではない。何の力もないものでもこの世界を形作る一部なのだ。いらっしゃい。その鍵は使う者の意志を汲み取る。さあ、その扉を開けるのか、開けないのか。